準備 OK です。はい、それでは神美穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。私は茨城の方から来て、ギターの仁さんは高槻の方から来まして、あんまり私はめったにこう都会というかね、ここら辺出てこないので、もう久しぶりにコロナがねちょっと明けかけて、道頓堀のとこ見てもう人がいっぱいで、なんか若者がなんかこんなねしてて、もういっぱいもうドギモを抜かれたっていうか、もう目がクラクラしちゃって、たどり着けるかなと思いましたけど、どうにか来まして、はい、今日は私たち洋楽のねカバー中心にやってますが、久しぶりのガースさんということで、今日はちょっとカントリー風のあの曲をから行きたいと思います。はい、マリア・マッキーさんという方の作った曲で、甘えびオンリーワンの曲です。髪の毛長くてね、それ系やってた、やってたんですけど、まあそのバンドがね解散とかになってしまって、まあ今でもたまにあのベースとドラム入れて激しいやつをやったりしてますけれども、2人になった時はアコースティックギターでちょっとカントリーっぽいのもやるし、いろんな曲に、挑戦してますね。はい、次の曲
曲も、ちょっとカントリーっぽい曲で、ファウンテンズ・オブ・ウェインというね、これもアメリカのロックバンドなんですけれども、まあ、時々カントリーの曲をやってるんですが、残念ながらコロナでメンバーが一人いなくなってしまって、でバンド自体がなくなってしまって、私も大好きで、も来日した時はもうガーってコンサートね楽しんでたので、ちょっと残念なんですが、はい、ファウンテンズ・オブ・ウェインの Fire in the Canyon という曲です。ロックをやってきたんですけれども、30代になってちょっと心境の変化があったのか、私は結構カントリーにハマってしまいましてね、先ほどのジャニスさんみたいにカントリーどういう音楽で歌詞はどういうっていう、あんまりね詳しいことはあれなんですけれども、結構ハマってしまいまして、一時期はカントリーのバンドとかもねやってたんですけれども、今はこうしてジンさんと2人たまにやる感じですね。はい、次ですね。さっきもミュウさんに紹介していただきましたけど、昨日60歳還暦を迎えましたジンさんでございます。もうギターとね、可愛い女の子がと、あとお酒があればあとはもう何にもいらないという、はい、ジンさんとねのね、次はちょっとプレゼントというかね、私たちの持ち歌の中でも結構エロいというか、いやらしい歌詞のちょっと歌うのも恥ずかしいかなというね、若い女の子がねちょっとね嫌な感じの男性にねたぶらかされてね、なんか夢中になっちゃうんですよね。でもうすぐ桜咲きますけどね、桜通りという道をね
歩いて歩いて私はその男の人のところに行って、というあとはちょっと詳しくねあれできないんですけどね。でなんかこうね第三者みたいなところから外から見てるダメよダメよそんな男のところに行っちゃダメよというね。なんか陳さんが大好きなちょっといやらしいやらしい歌詞の歌、ちょっと重い私たち桜の時期になるとね必ずやる曲なんですが、チェリーブラッサムロードという曲です。
では、はい、今6時20分です。次の曲ちょっと決めてください。え次女らジンさんが好きなやつ、どれですか、どれですか、ジンアンドミポ、唯一の社会派ソングですか、何ですか、あのじゃあジンさんちょっと紹介してください。今日は大サービス、なんで大サービス、いつも私ばっかりベラ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 、もともとマーヴィン・ゲイの曲だったんで、マーヴィン・ゲイが多分好きとかいい感じになったので、そっちのバージョンっぽくやります。What's going on? 皆さん、よろしくお願いします。大丈夫です。
もうね、ギタリストにね、手元を見られるのが私一番嫌なんで、もう今犯罪ですよ、犯罪。はい、ありがとうございます。What's going on でした。はい、最後の曲はですね、私たちの本来のね、あのロックの80年代にあった、活躍してたシンデレラというね、まあ昔の言い方をすればヘビーメタルバンドがやってた、ちょっとこれもね、ちょっとゴスペルを意識した曲なんですけどね、シェルターミーという曲で終わりにしたいと思います。ジン&ミポでした。どうもありがとうございました。ジミスさんみたいには弾けないけど頑張れ。Thank you.
します。ありがとうございました。ちょっと待ち、はい、多分ね、途中でお客さん入ってきはったでしょ。ね、そのね、ギターと歌でね、多分やると思います。おそらく多分外に聞こえてる。ここまですごい聞こえてるんですけど。はい、大丈夫です。お客さん、はい、OK。 はい、はい、